資産公園から南を望む泉パークタウンは宮城県仙台市泉区の丘陵地帯にあるニュータウン。三菱地所グループが単独で手掛けており、一つの民間企業が単独で手掛けるものの中では日本最大規模の複合開発事業である。泉パークタウンは昭和40年代仙台市の急激な人口集中により住宅不足が問題になっていたため、 当時の仙台市北港においてベッドタウンとして急速に発展していた宮城郡泉町の黒川、丘料場に三菱地所がニュータウン計画を作成した。当時主流だった単に新興住宅地を建設して大都市の住宅供給を行うという趣旨ではなく、最先端の工業団地やゴルフ場、スポーツ施設、大規模商業地区、 大学等がある一つの完結した都市を作ることを目的とした。事業期間は1969年からで、1974年から高森地区の入居が開始された。現在、根白石地区に計画されている第69の開発が残っているが、それ以外は整備が完了している。開発されて34年が経つが、自然と都市が融合し、 都市付きを感じさせない街並みが今も人気である。仙台を代表する新興住宅地として高評価されている。1998年度に都市景観百選を受賞した。都市景観の保全という観点から商店の進出が大幅に規制され、コンビニエンスストアや商店は非常に少ない。また、アパートを建てることができないため、学生、 単身不妊などの短期滞在者がここに住むことは難しい。分譲から30年以上経過しており、第1期分譲地区である高森地区は住民の少子化、高齢化が著しい。最初に開校した高森小学校は1984年2084名を数えたが、後に寺岡小学校、高森東小学校に分離。 その後の児童数は減り続け、2005年には児童数195名、各学年1クラスとなったが、その後2丁目の共同住宅用地にマンションが建設されたことで、子供の数が増加し、2009年4月には、久しぶりに1年生が2クラスとなった。定住型住宅地なので、一度建てると住民の転出入は少ないため、学校を建設しても、一時期においては、 マンモス港になるが、その後は減少の一途をたどる。これは仙台市内の他の住宅団地でも同じように見られる傾向である。一方、仙台市都心部に隣接する住宅地は次々と新しいマンションができており、人口も郊外の団地と比較すれば増加の傾向にある。これは中心外区は古くより住民の転出入が多かったことや、 都心回帰の影響によるとされている。いずれにせよ、仙台市においてもドーナツ化現象に付随する諸問題が浮上している。2018年11月中旬から最後の開発区域となる寺岡市山地区の西隣設置にあたる第6区の造成工事が着手。2022年春以降、一戸建て用の宅地1965区画の 分譲が開始される予定である。青幕帝町に位置する社長、仙台病院が2020年10月、資産に新築移転を予定している。移転は当初2017年を予定していたが、周辺道路の交通量調査から敷地を追加取得して設計を見直したため、開院時期が変更となった。新病院は7階建ての免震構造で、 ベッド数は現病棟から44床減の384床、診療科は現在と同じ20科で、新たに地域の医療介護を担う、訪問看護ステーションを設けるとしている。高森、桂、寺岡、死山からなる住居ゾーンのほか、中心部に計画されている、タウンセンター、ゴルフ場、スポーツガーデンから構成される、スポーツレクリエーションゾーン、秒通にある、 工業団地ゾーン、インダストリアルゾーンの4つから構成されている。なお、仙台白百合学園の一部と宮城大学は、住所表示上は黒川郡大和町である。両教育施設は泉パークタウンに隣接し、一体となって開発されているものの、厳密には三菱地所が運営主体の泉パークタウンとは異なる開発事業である。総面積は1070ヘクタール。 熟慮番号は東側から順に付与されているが、開発はタウンセンター周辺から始まっており、熟慮番号に従っていない。熟慮の一部の未供給の外区を後に売り出す例もあり、2011年5月には、寺岡山南外区、2013年4月には、四山一丁目東外区が分譲開始されている。第び一丁目東外区は、 都市緑地法に基づく緑地協定を仙台市と締結している。なお、第二十区の北東に隣接するオナーズヒル北高森は東北三沢ホームがセントラル自動車や東京エレクトロン等の進出による宅地需要増加を見越して開発した。寺岡六丁目、高森一丁目、富山二丁目、大和町学園にまたがって計画されている泉パークタウンの中心地。 主要なものに以下の施設がある。明通地区西部から南部にまたがる泉パークタウンゴルフクラブ泉パークタウンスポーツガーデンから構成されるスポーツを楽しむためのゾーン。スポーツガーデンは泉パークタウンテニスクラブ、野球場、サッカーラグビー場、芝生広場、ゴルフ練習場など多彩な屋外スポーツを楽しむことができる。サッカー場はベガルタ仙台により 人工芝が敷かれて、ユース、ジュニア、ユースが主として練習に使う。インダストリアルとは、働くという意味で、秒通地区北部から東部にまたがる工業流通団地。他の工業団地とは異なり、緑が多く働きやすい環境となっている。地元の会社の工場が多いが、東北セミコンダクタ、アルプス電機、トヨタ自動車といった大企業の工場もある。 当地に本社のある企業としては NTK セラテックがあり、また77銀行の泉センター、東北電力の泉センター、河北新報の印刷工場もあり、仙台都市圏経済を陰で支えている。2008年には日本赤十字社の宮城県赤十字血液センターが青葉区内から移転している。九百八十年代には泉パークタウンスポーツガーデンが 大規模野外コンサートの開催地として利用されていた。現在は周辺に住宅が増えたため、開催例は見られない。以下に、主な事例を列記する。1987年、1988年、1989年、他、泉パークタウンは、バスの本数は少なくないものの、バス、地下鉄の運賃が高いため、都心までは、かなりの交通費がかかる。 ありがとうございます。